エドバルトルスジャンエドバルトルスジャンは、スロベニアの航空の先駆者である。ゴリツヤの商人の家に生まれて、商人として働いた。1900年頃から、模型飛行機や背負い式のヘリコプターやグライダーの製作を始めた。1909年から、アンザーニの25馬力のエンジンを入手して、動力飛行機の製作に転じ、兄のヨシップと共に、エダアイから、エダセブンを製作した。 1909年11月25日、エダイで60メートルの飛行に成功し、11月29日には600メートルの飛行を行った。ルスジャンの航空機には以下のものがある。エダブイのレプリカアンザニエンジンは、低出力であったので50馬力のノームエンジンを入手し、ザグレブの工場主、ミハイロ・マセップと共同で飛行機の販売を企画した。 エトリヒタウベを真似たマーシップ R は1910年11月と12月に20回ほどザグレブ上空を飛行した。離陸に28メートルしか必要としない性能を持っていた。1911年にベオグラードで悪天候の中で事故を起こし死亡した。マリボルの空港やスロベニアのチュルニブルフテン問題で発見された小惑星ルージアンに命名されている。 ありがとうございます。